自分の恐怖体験を書かせていただきます。1ヶ月ほど前に夜中友達と4人で群馬と埼玉の県境にあるであると有名なダムに行った時のことです。自分が車を運転して A 君が助手席に座り、 B 君と C 君が後ろの席に座っていきました。ダムについて車から降りてみましたが、何も起こらず、みんなも何もねえじゃんとか言いながら期待外れだったので帰ることにしました。帰ってる途中に後ろの席に座ってる B 君と C 君が気持ちが悪くなってきたらしく寝てしまいましたが、10分ぐらいしたら B 君と C 君が一斉に起き出して、二人で口を揃えて、今後ろから女の人の声聞こえたと言い出しました。この時女の人はいなかったのでありえないことなんですが、この時は何嘘ついてんだ、何も怖くねえよとか言って終わったのですが、自分が次の日にバイトの帰りで明け方車で帰っていると、取り締まりをしていた警察に止められて、スピードも出してないしシートベルトもしてるじゃないですかと言うと、警察はそうじゃない、違うよ、ダメでしょう、後ろから顔出さしちゃ、自分が自分しか乗ってないですよと言うと、女性の方が顔出してたよとか言い出したので怖くなり、前日のことを話すと警察の人は信じてくれて、絶対お払い行きなさいと言ってくれて解放してくれました。今でもバックミラーが気になります。